幾多のレースを勝ち抜き、残すはこの一戦のみ。アリエス杯決勝。現在1番人気はここまで無敗、三冠馬娘1番成田大心。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗、三冠馬娘セイウンスカイ。注目のここまで無敗、秋の三冠馬娘テイエムオペラを4枠4番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気、1番成田大心。セイウンスカイ快調に飛ばして行きます。先頭はセイウンスカイ、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは北サンブラック。その後3、4馬身開いてテイエムオペラを、1馬身離れてライズシャワー、およそ5馬身開いて里のダイヤモンド、そしてその後方にはキングヘイロー、1馬身離れてスイープ東証。外を回ります。2番成田大心、2馬身離れて1番成田大心、1番成田大心。果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。前から大きく開きました。縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。まずは1周目、正面スタンド前に上がっていく。順位を振り返っていきます。セイウンスカイまだリードをキープしています。続いて北サンブラック、3番手にテイエムオペラを、その後3、4馬身開いてライズシャワー、2馬身3馬身開いてスイープ東証、内をついて里のダイヤモンド、後ろ2番成田大心、その後ろからキングヘイロー、その後ろ1番成田大心。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は変わらずセイウンスカイ、先頭から大きく離されて2番手は北サンブラック、そしてライズシャワー、それを見るようにテイエムオペラを、5番手に里のダイヤモンド、そしてその内から行ったのはスイープ東証。その後2番成田大心、外を通りましてキングヘイロー。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は相変わらずセイウンスカイ、続きました北サンブラック、1馬身差テイエムオペラを、2馬身3馬身開いてスイープ東証、ライズシャワー5番手、外には里のダイヤモンド、大きく離れて2番成田大心、そしてキングヘイロー。残り 1000m を通過、およそ5馬身開いて1番成田大心。意気揚々と先頭を行きます。セイウンスカイどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭は依然セイウンスカイ、1馬身リード。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ最後の直線へとかけていきます。里のダイヤモンド、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰か。残り400、抜け出したのは里のダイヤモンド。だが後続も追いすがる。飛び込んできたテイエムオペラを、先頭は変わらず里のダイヤモンド。残り200、テイエムオペラを並びかけてきた。テイエムオペラを完全に抜け出した。足色は衰える。お見事、テイエムオペラを。着差以上の強さを見せた見事な勝利です。優勝はテイエムオペラを。頂点に立つにふさわしい走りでアリエス杯を制しました。2着里のダイヤモンド、3着は北サンブラック。